バレー好き？別に、なんとなくやってる。じゃあさ、お前の学校強い？最近は強いと思うよ。次は悔しかったとか楽しかったとか別に以外のこと言わせるからな。じゃあ期待しとく。翔陽はいつも新しいね。翔陽と練習じゃない試合やってみたいかもって。負けたら即ゲームオーバーの試合やろう。もう一回がない試合。劇場版ハイキュー、ゴミ捨て場の決戦。